ノアちゃんとにょ大盛り愛生テオくん流星頑張れテオくん頑張れテオくん頑張れ俺ら二人音楽性重視深いピース共感性重視お前がヒップホップ超新星見た目は可愛い塾の浪人生いや10本アニメの棒人間見て見てこの形行人弁手が似合ってないその縦眼鏡未成年は本来食べれません最強タッグのユーマとナイキいつか行きたいぜブルマとランチいやお前がラッパーみたいなことばっかりやら俺から即興かましてる俺ら考えから TikTokerとかそういう胸見ないいやそういうことだぜこれは TikTok 体験ちなみに言うけど俺らヒップホップじゃないですさっきの流れで絶対俺と L 指定は選ばれないと思って裏で遊んでたわいやいや俺みたいなネタラッパーは16の2もやばいし言われてないバトルもやばいし本当恨みますからねマジでいやだけどそんなことを言ったって始まんねえいやみんなに俺は立てられた中指でも俺は平和主義だから人差し指立てて手番しちゃうぜいやそんな感じでふざけるハチが長すぎるマジでどうしようからたまにはラップしようかないや早く口でかましてくけど俺16数えれないマジわからない多分これ次じゃないいや分かってるでいやそれぐらいで湧いてくれてありがとうこんなイベントじゃなかったら多分殺されてるよいやだから無料イベント最後まで盛り上げるぜマジかましてくださいよ絶対俺のバース聞かなくていいっすよそんな耳もてかヘッドホンしてんなら聞こえないんじゃないですかえてかこれ勝ったら俺金一分もらえるんだよね急にやる気出てきたわいやいやぶつかますぜ俺が何ピラフとかチャーハン言われるけどもう俺は何でもいいよ炒め物ならいやなるヘビチャーハンこいつに俺が勝っちゃう手品やいやいやそういうことだぜ早口でかましてる早いのどこ行ってるのに乗り遅れんなって言われてる早口どっちだよお前マジでいやぐだちまってるけど大丈夫これが俺の即興レベルひどいだろってなまだ読まった、yeah、そういうところラッパー TikToker 俺くんもうそうだな、yeah、12月15日に MV 出てくれる女の子後で DM ください港区女子あるある言いますまず男の財布とカバン見るそれで女に一生甘んじるなあそうだろアバズレ我慢じるはーい調子となんでこんな強気かってこいつなら勝てるからこっちは行かない怖すぎますでも女が相手ならおらつきます本当にごめんなさいって言っても全然大丈夫大丈夫本当にでも殴られて逆を現象俺あなた綺麗ですねまるで逆を現象みたいなことを言っちゃうぜイエ伝わるかなイエ好きな食べ物映画何でしたっけイエ忘れちゃっためっちゃくだってごめんだけど今日はぶつかますだけで OK 今日若いまるでレッドウィング3人起こしてトルキング勝利後のご褒美ポンデリングその頃ボンズ容疑者ポンデリング、yeah、てか3人見てみみんなでかくてさ俺だけちっちゃい言葉のウェイトはもちろんだけどさ普通のウェイトに差がありすぎるあんたがチャカチャカフローしてる時俺豊洲でボンズチャカしてたサトルがポップコーン弾いてた時俺はクラスライン弾かれてた、yeah、そして今社会人と同時に始めたピラフステージ今で10ヶ月目ピラフステージだけで飯食えるようになりましたさすがに声はでかいけどさすがにこんなちっちゃい子にも負けません、yeah、お前がじゃ大人は感じするけどまだ似合うお子様ランチこれから始めるぜいやこんなちっちゃいのにステージ出てマジすげえよいやセシラに続いて言うワンツーどうぞ行かせません全国34勝いやさすがにこんな子供にって思ったけどちょっと負けそうな雰囲気出てきたいやマジで厳しすぎるぜいやあんたラップ名刺ちっちゃいマジですげえよいや明日なんてか君12歳くらいだよね明日中学校の入学式なんだろいやじゃあこの帽子をお前に授けるヤッホーピラフの成人です。オッパ
杯持ってる SJD 履かせてください。ガラスの靴見た目でかいけど触ると普通、yeah、ケンティーちゃんあんたは今日でバトル引退するんだろ。でも最後俺が勝っちゃうオチ、ケンティーは負けて夜食落ち。さあ俺も調子聞くケンティーゼップ夜食落ちして AV デビュー、yeah、これから始まるインスタライブとかのティックとかインフでピックローターでも突っ込んだきゃいいって話だぜ、yeah、俺はケンティちゃんあんたマジで大好き、あんたに憧れてラップ始めたんだ俺は、yeah、でも俺のフォロワーの3分の1ぐらいしかいねえぞこいつ、yeah、お前も TikTok やってんならそうやってやってない体でやんなよ。俺は今日は即興でやるって決めてんだ。だけどな俺はケンティちゃんに憧れてラップ始めた。だから最後ケンティちゃん色物が戦国優勝するところを俺に見せてくださいよ。昔はあんたをよく見ていたけど最近全く見なくなったな。呂布のモノマネ一発や今見た目が AV のインタビュアー。今日はニューフェイスでみんな若いはずなのにあれ一人置いてんじゃん。俺は千鳥もうなる鬼レンちゃん、いいとこで音外すホイケンタ。やっぱ俺まだ人間だから人間じゃない人の言葉マジわかんないんすわ。ピンクがどうとかあれ見た目は俺がギャグラッパーでも内容聞いたら逆だった。あとこんな見た目で言うのもなんですけどそのスタイルマジでやめた方がいいですよ。あのバトルじゃ呂布の偽物で住んでますけどその感じで秋葉いたらマジ本物扱いですよ。の一つ覚えでもいいだろう。お前が俺のことバカにして100人を涙頂戴してるのマジ気持ち悪いよ。でも客は勝たなくてお前をネグレクト、早くインタビュー行け MM5 マジでそういうこと。いやここのヒゲここのヒゲお前顔面気持ち悪い。あダメだ俺言い過ぎた俺強えわこいつ弱いこいつの負けだ。よーここまで3人のバースを聞いてみて俺は一つ思った。一番うまい予選上がりチームこんなしゃばくてごめんなさい。いや、何真面目にやってんだよ。このチームで呼ばれた意味考えろ。これじゃ俺だけが見せてるセンス、もう伝説建設入れてくれ。おいふざけんなよお前ちゃんとやれよ。おめえおめえ見てるやつがいるからだろ。おめえだけでふざけてんの調子なんだよマジで。お前客ドラフト会議でこのチームから出てけよてめえ。いや逆ドラフト会議みたいなもん。逆に陰で首絞めるコブラクラッチで、この靴はドクターマーチンだけど燃えるゴミさんにティンバの偽物って言われた。あれもちょっとおかしいと思うけど。いやいや俺は別にそんなこと思わないですけどね。燃えるゴミさんめっちゃかっこいいと思ってるんですけどね。いやいやお前はそんなことぐちぐちばっか言ってんから何回やっても勝てないんだよ。いやそれがわかる。マジこいつらも相手になんねえけど俺がぶちかます。いや俺はアンチに右パンチ、ジョージも驚くこの危機感。